はい、達輪フィルムをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは、タピーフィッシングクラブ、ペイちゃんとモンキーです。今日は、ですね、大分の市内の方、この河川に今から、シーバス釣りに行ってきます。シーバス達輪はいません。残念ながら来れない感じで、今日は2人ですね。今がですね、だいたい3時50分ぐらいで、だいたい着くのがそうね、5時ぐらいかな。ゆっくりって5時ぐらいですね。うん、そのぐらいですね。まあ、で、夕間詰めをちょっとして、休憩して、それから夜、ナイトシーバスやったろうかなと思ってます。やったれいやったるのか。やったれやったれ、やったるのか。いいのか。俺の小桃ちゃんが火を吹くぜ。今日は小桃ちゃんが火を吹いちゃうのかい。火を吹いちゃっていいのかいとか言って、小桃ちゃんがとか言うけど、10頭ぐらいで買いますからね、彼はきっと10頭ぐらいしたらなんか違うなとか言い出すけどねまあそんな感じで頑張っていきたいと思います。頑張るぞ。オン。はい、じゃあ釣り場に着きました。今からモンキーさんと2人で頑張ってシーバスでっかいのをあげたいと思います。頑張るぞ。とりあえず夕間詰めね、もう終わりかけですけど、とりあえず反応を見てみたいと思います。頑張るぞ。お、腹か背中に名前書いてある。腹はい、またまた移動してきました。厳しいです。全然釣れんすけど頑張ります。モンキーさんはもうカメラを無視してあっちこっち行ってますので、ほとんどソロな感じですけど頑張ります。今場所移動中です。で、僕に専属カメラマンのモンキーさんがついてくれましたね。差を一回収めました。まさかの専属カメラマン。これからは釣りだけに集中してできるんで、ちょっと真剣に一発出したいと思います。頑張るぞ。頑張ってください。頑張って撮ってください。はい、えい。今マックスピードはどんな感じですかね。リールマックスピードは、まあ、ちょっとなんかこう脅威が先出してだいぶ流れてきたので、かなりゆっくりです。ドリフトで、ドリフトで。ちょっと前日に雨が降って濁りが出ていいかなって思ってたけど、雨の濁りこの車のポジションが丸く変わったんですけど、全然この城に当たらんと思うんですはい、先ほどの場所から下流の方に来たんですけど、ね、下流側ですね、移動しました。で、この間の動画でカメラの電源が切れた後にここで1本釣れたんですが、まあ、それと同じルアーでやってみようかなと思います。はい、お願いします。ない、マジかい。おはようございます。おはようございます。1時までとりあえず釣りしたんですけど、全く反応ないままで、とりあえず仮眠して、今5時です。5時です。寒いです。風も強くなりました。で3時干潮やったんで、今はもう揚げが始まってますね。
まあ釣りの川の釣りは揚げの方がですね、揚げにと一緒に入ってくる魚を加工で狙い撃つのが一番無難な釣りじゃないかと思いますので、今からちょっと頑張ってみたいと思います。お願いします。頑張るぞ。おう、今の時期っていうのは産卵が終わって魚が回復傾向であるので、今から餌を食べて回復していく魚が多いんで、あまり元気がないやつが多いんで、もうゆっくり巻いて弱ったベイトを演出してあげた方がいいのではないかなと。まあそれが全てじゃないですね。ノーバイト、昨日の夕方からノーバイト、ルアーチェンジして、まあザラにあることですね。火が昇ってしまいましたね。火が昇っちゃいましたね。あ、俺昇りましたね。早いですね、時間が過ぎるのは。涙も出ませんね。涙はとうに枯れ果ててるかと。今何時？今もういい？7時22分。なんかね、なんかね、やりきったよね。やりきったわ、やりきったね。もうやりきれました。まあ、ノーバイトのフィッシュジャイ。どっちも。まあ途中からこの城が解散してました。仕方ないね。また集合するでしょう。しょうがない。もうこればっかりは運。また今度。バイ。繰り返されては光